before you call him a man. Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sun? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in.皆さんこんばんは。今夜の土曜特集は、ときめきフォークソング心に残るこの一曲と題しまして、フォークソングの魅力をたっぷりとお届けしていきます、はい、司会の黒崎めぐみです。そして番組を一緒に進めてくださるのは、ザ・アルフィーの坂崎幸之助さんです。どうもです。よろしくお願いいたします。坂崎です。あ、パチ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 。坂崎さんは、はい、もうフォーク通、フォーク博士と言ってもいいぐらいですよね。いやいや、やめてください。そんなことないですよ。でも小さい時からたくさん聴いて、たくさん演奏して歌っていらした。そうですね、必ず聴く時はあのギターを持って聴いてたんで、ええ、自然とこう入ってくるというか覚えてるもんですね。知ってる曲はもう数限りないんじゃないですか。本人よりも覚えてんじゃないかってよく言われますけどそんなことはないですよ。でも、でも最近若い世代の方も大変こう、フォークソングに興味を持ってる方も多いんじゃないですか。結構あのアコースティックギターを持って、ね、当時を知らない人たちでも歌ってますもんね。だからその2代、親子2代にわたって、お父さんがあの昔ギター弾けたんだぞっつって、お子さんと一緒にまたギターを弾き始めたりとかっていう人もいらっしゃるみたいですね。今夜も、ね、そんな会話がご家庭で生まれると嬉しいですよね、隣近所に迷惑にかからない程度に、さあ一番初めに歌っていただいたのが、はい、ボブ・ディラーの風に吹かれて、はい、この曲は日本のフォークソングブームを生む原点とも言えるような曲なんですよね。そうですね、やっぱりいろんな方が影響を受けてると思いますよね。そして今夜は70年代のフォークソングを中心に お送りしてまいります、はい、あの当時の貴重な映像もたくさんお届けしますので、一部画像に乱れがあるかもしれませんがね、どうかご了承ください。 そうですね、はい、そしてスタジオでのライブもお聞かせいたします、はい、坂崎さんの歌声もありますからね。あります。さあそれでは早速名曲の数々をご披露してまいりましょう、はい、まず70年代を代表すると言っても過言ではない、こちらの曲をどうぞ。
ですか、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか、それより僕と踊りませんか、夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか、休むことも許されず笑うことは止められて、はいつくばってはいつくばって、一体何を探しているのか、探すのをやめた時見つかることもよくある話で、踊りましょう夢の中へ、行ってみたいと思いませんか、まだまだ探す気ですか、夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか、君の横で僕は時計を気にしてる、季節外れの雪が降ってる、東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく、名残雪も降る知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった、去年よりずっと綺麗になった、さよならと動くことが怖くて下を向いてた、時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、春が来て君は綺麗に
でしたでしょうか。坂崎さんは全部つまみきますね。つまみきますよ。まあ皆さん今でも現役バリバリですよね。そうなんですよね。ですからまあ歌もなかなかやっぱり色褪せないで今でも生き続けてるんでしょうね。で続いては70年代グループで活躍した、グループは得意ですよ、ね、曲をご紹介していきたいんですけど、やっぱりあのフォーク少年にとってグループってとっても魅力が、ね、魅力です。あのやっぱりですね、ギター一人だと物足んなくなる時があるんですよ。あ、自分だけだと。そう、例えば僕が一人でこう歌ってますよね、花びらとか歌ってますよねでもなんかこうもう一人こう違う弾き方でギターを弾いてくんないかな、高い方でこう、はい、とか、あとハーモニーをつけてくんないかとか、そうなってまず二人になるわけですよ ね、はい、ね、そうするとこのベースが欲しいなとか、ハーモニーもう一人欲しいなとか、もう三人になってくるわけですよ。じゃあ音楽がどん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 増えてって、これが100人150人になってる。本当ですか。そんなグループはいませんよね、でも本当音楽の幅がね広がっていって、そうそう、個性がぶつかり合って、ね、特にあの70年代の僕がよく聴いてたグループ時代の人たちはですね、非常にやっぱり個性的で、あとはあの音楽的なギターにしてもですね、アレンジがすごくアイデアが豊富でね、いろいろ工夫してましたよみんな。じゃあそんな70年代のフォークグループの名曲の数々をお聴きいただきましょう。はい、どうぞ。
そばに咲くコスモスの花揺らして貨物列車が走り過ぎる。そして夕日に消えてゆく。中止どころの僕はいつも冷たいレールに耳を当て、レールの響き聞きながら遥かな旅路を夢見てた。思えば遠くへ来たもんだ。ふるさとを離れて六年目。思えば遠くへ来たもんだ。この先どこまで行くのやら。流れに小舟釣りする人の影、川面に淡く浮かんでた。風が吹くたび揺れていた。二十歳になったばかりの僕は別れた女を責めながら、いっそ死のうと泣いていた。恋は一度と信じてた。思えば遠くへ来たもんだ。今では女房子供持ち。思えば遠くへ来たもんだ。あの恋しく思い出す。Passa
旅終えて街に帰ろもや演奏し歌いたい気分になってしまう曲だらけ。多分テレビをご覧のですね、お父様方今頃ギターを引っ張り出してきてでしょうね。でしょうね。まあ今夜は70年代のフォークソングを中心にお送りしているんですけれども、はい、その時代の歌っている姿を見たことがなくても教科書でフォークソングを勉強したことがあるという。何ですか。私もでもいくつかありますよ。教科書ですか。はい、あそうどうしたんですか。先生たちはねフォークソングを嫌ってました。坂口さんの先生でも歌ってたんじゃないですか。はい、かいえいえダメです。僕はあの学校に毎日ギターを持ってったんですけど、ええ、こんな生徒は初めてですって言われましたから。では今日は坂崎さんにも、はい、その教科書にも載っているようなと言いますかもう今ね、はい、本当小さなお子さんでも一緒に歌えるような曲をね今夜はですね、はい、坂崎さんと小室仁さんにも参加していただきまして、はい、その教科書にも載っているような皆さんおなじみのフォークソングの数々を披露していただきたいと思います。ます、まず最初の曲旅立ちの歌。乾いた空見上げているのは誰だ。
焼き付いたものは化石の街。愛の形が壊れた時に残されたものは旅立ちの歌。家族で歌えるという、ねね、ご家族が多いと思うんですけれども ね、 ね、改めてご紹介いたしましょう。小室仁さんです。小室さんです。こんばんは。教科書にご自身の歌が載る、うん、これはどんな感じなんですか。どんなですか。そりゃね、あのフォークだからね。もともとは小室さん、うん、フォークというのは教科書で教えてくれないものを歌ったり。だからフォークが教科書に載るなんていうことはね、もう本当に裏切り行為なんだよ。だからね、顔ではそういう顔してるんだけど、心の中ではね、やった。あ、どうですか。これでお母さん喜ぶみたいな。嬉しい思いも。そうそう、どこかでね、そんなこともあったと思いますね。でも旅立ちの歌の時代、あれは71年とかですか。そうでしょう、まあ、だいぶ柔らかくはなってますよね。なってる、なってるけど、頑固なファンは。でもほら、根がね、フォークで入ってるわけですからね、どこかその、うん、すごく二律背反するような気持ちはありましたけどね。テレビをご覧になってるフォークファンも、うん、多分ね、複雑な思いを持っていた方が50代ぐらいの方はね、なんだあそこで教科書になんか教科書なんだなとか言ってる人いますけど、ね、歌ってますけど。でもね、なんかフォークという言葉をこうが浸透する前から、まあ、フォークを歌ってらした小室さんにとってフォークって一体どんなものなんでしょう。それは難しい質問ですけども、まあ、自分でそのパフォーマンスして人に聞いてもらえるっていう
お風呂場で鼻歌歌ってるようなものをお前ちょっと聞いてっていうようなことっていうのはないけれども、うんうん、フォークは自分でギター弾いて、そうすると友達連中がさ、それを聞いてくれたんですよ、うん、そういうことが素人にできるんだっていう、はいはい、喜びっていうのがフォークにあったんじゃないかな。つまり自分らの、うん、今までになかった自分らの音楽を獲得したっていうような感じじゃないかな。そうですね、うん、じゃあね、これからご紹介するグループも、はい、ある意味でとっても70年代のフォーク、ニューミュージックのシーンには影響を与えたんではないかという。発売禁止もありましたからね、はい、ザ・フォーク・クルセダーズをご紹介したいんですけれども、まあ、あの坂崎さんは、はい、今年新生ザ・フォーク・クルセダーズのメンバーとなって、本当ですよ、偉いことですよ。解散コンサートを先日行われたんですよね。やりました、11月の17日に NHK ホールで。もう解散コンサート、再結成解散コンサートってやつですね。再結成記念解散コンサート。フォークルについては後ほどちゃんと伺うことにしますので、はい、まず VTR をご紹介したいと思うんですけれども、はい、これは大ヒットしました1967年の大ヒット曲、はい、帰ってきた酔っ払い、そして新生ザ・フォーク・クルセダーズの曲です、悲しくてやりきれない。2曲続けてどうぞ。坂崎さんの姿も見えました僕はプロになって初めてバンドの解散ということに、ああそう、はい、立ち会ったわけですよ。あそうだね、小室さんはいっぱいありますけど、はい、何度もありますけども僕は生まれて初めてなんです。あ記念すべきことだったんですね。記念すべき解散コンサートです、はい、でもメンバーに入った時にはとっても嬉しかったとおっしゃってましたよね。これはそうですよね、まあ、あの有名な言葉にビートルズとに入るのと同じぐらい嬉しいという、
だからね、僕ねちょっと今学校みたいなことやってるんですよ、はい、それでねその日本のフォーク史っていうのをね、はい、半年間かかってやるっていうのをやってるんだけど、はい、でそれは相当大物なんだけど、僕のフォーク史の中ではこう、うん、なかったりするからもちょろっと触れるか触れないかみたいなことがあるでしょ、はい、フォークルは絶対外せないよね。外せないです。しかも時間たっぷり使っちゃうね。ですよね、うん、それだけやっぱりこの日本のフォークの世界の中で重要な位置を占めている。そりゃそうですよ、うん、あれを重要じゃないっていうやつはね嘘ついてるね絶対、うん、あとはフォークっていうところに、まあ、小野さんも最初におっしゃいましたけどね、フォーク世代はフォークっていうジャンルになかなかくくりづらいですよね。くくれない。すごいロック的な要素もあるし、だからロックだってニューミュージックだって J-POPs だって何だって、はい、全部のルーツになるよね。いわゆる先駆者っていう感じですよ。さあこのザ・フォーク・クルセダーズが活躍した60年代後半の名曲の数々をこれからご紹介したいと思います、まあ、この時代というのはアメリカンフォークをコピーしていた時代から和製フォークという分野が生まれて数々の名曲が生まれたんですよね、はい、ではそういった曲をトワイモアのお二人そして青木真理子さんの歌声でどうぞ。君の行く道は果てしなく遠い。だのになぜ歯を食いしばり、君は行くのか、そんなにして歩き始める。
改めてご紹介いたします。トワイモアのお二人、そして青木まりこさんです。よろしくお願いします。この場所でではですね、はい、皆さんにとってのこうフォークの魅力をお伺いしているんですけれども、トワイモアのお二人、白鳥さんと芥川さんはもともと別に歌ってらしてデュオを組まれた。それぞれそうですね。私はあのフォークだったんですよ。どんなのやつですか。そう、あのジョン・バイスとかね、もうあの髪長くして、もうまずあれに憧れたんですよ。で私も髪を伸ばして、はい、で髪を伸ばしたはいいけど弾けなきゃいけないというのも猛練習をして、一番最初バラが咲いた俺。あ、やっぱりバラが練習したんです。裏切り者っていう風に当時は思ってたんです。あ、そうですよね。フォークソングというフォークソングっていうのをや、ね、こうコアにやってる連中はね、芥川さんはフォークじゃないですよね。僕はね、弾き語りはしてたんですけど、はい、まあ、歌謡曲歌ったり、まあ、スタンダード系を歌ったり、高橋さんスタンダードが多かったですね。そうだったんです。僕初めて白鳥さんと一緒にやるようになって、はい、フォークを体験したって言いますかね。ですからその一緒にみんなで歌うとかね、はい、それとかこう、あ、じゃあそこからハモるとかね、はい、そういうのは初めてだったんです。だそのいつもなんかこう自分でこう歌うんだみたいな感じの意識しかなかったですから、はいはいはい、まあ、人間的にも、ね、まあ、変な言い方ですけど柔らかくなったっていうわがままじゃなくなった。まあ、そういえばそういう意味ではそのフォークに少しこう人間形成も影響を受けたかなっていう。青木さんは、はい、今はいつの赤い風船、はいはい、そうです、新メンバーとしてやられてます、はい、てその前も、シモンズがあったりとか、はい、再結成の時に、再結成のシモンズですね、はい、再結成のメンバーで、その前はジャネッツですよね。そうなんです、すみません。ジャネッツはデビューですよね。デビューです、はい。そうだ、僕らやっぱ聞きましたよ、ね、どうですか、その頃からやっぱり、まあ、フォークですよね、ジャネッツ。そうですね、フォーク。でもフォークロックというのがちょっと流行ってきた頃だったと思うんですよ。フォークロックっていうのもいい言葉でしたね。僕結構好きでしたね。僕も好きでしたね。フォークロック、あ、みんな好きだ。結構あのフィンガーで弾いてるのではなくて、私の場合はうちのグループの場合はこうチャカチャカこう弾くという、はいはい、ピッキングというのとタンバリンと、ギターとタンバリンだけだったんですよ、はい、でどうしてもそういうふうに言われてたんですね。でも綺麗な歌を歌いたかった、リズミカルだ。そうですね、綺麗な歌を歌いたかった、うん、いろんな悩みがあるもんね。それぞれですね、あのご覧になっている方にはわからない悩みが。でも本当にそれぞれにフォーク感が違うなっていうのがお伺いしていて感じますね。だからいいんですよね、きっとね。みんなそれぞれの音楽っていうかね、捉え方も。あ、小室さんはほら元祖、元祖ですからね。だって私、はい、本当あの小室さんにはいつも言うんですけど、小室さんが乗っているね、あのギター教則本っていうの、はい、あれでこう練習したんですよ。なんで笑ってるかっていうとね、それの、ね、ジャケット表紙の多分写真を思い出してもらうな。顔がね、もう全然想像もつかないです。でも本当になんかこう、ここの場所ならではのライブもお聞かせいただきました、うん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは70年代のフォークソングの名曲の数々続けてお聞きいただきましょう。今
私は見つけたのよ。それはあなた、それはあなた、それはあなた。周りの暗さは僕たちのため、あの子が来るのを待っている。夕暮れ時は寂しそう、とても一人じゃいられない。夕焼け雲さん伝えてくれよ、あの子のお部屋の窓際へ。虫に刺されるのは嫌だけど、肩を並べていたいよと。こんな河原の夕暮れ時に呼び出したりしてごめんごめん、笑ってくれよふとね、そんなに膨れちゃ嫌だよ。夕暮
れ時は寂しそう、とても一人じゃいられない。ごめんごめん思わず余韻を残して歌い続けたいというような感じですよね、はい、謝り続けたいですね、ごめんごめんそうですかでもあれですね、非常に覚えやすくて、うん、メロが分かりやすくて、コピーしやすいっていうか、そういう曲がやっぱフォークなんですかね、に変わってったんでしょうね。僕はさっき言ったいわゆる60年代末は過激なもんだったじゃないですか、はい、そうですね、教科書に自分の思いよっていう感じですね。そうそうそう、いわゆるレコードにならないような歌がいっぱいあったんですけども、70年代に入るとやっぱりとってもポピュラーになってってるなっていう感じがしますね。谷村さんとの共演も楽しそうでしたもんね。もう大喜び、同じギター持ってきちゃいましたからね。お揃いでしたもう僕が持ってきたのに陳平さんも一緒に持っててなんでお前が持ってくるんやって言われましたけど、ね、はい、でも本当にこうギターが好きな方はそのギターをじっと見てね、そうそう、あのね、憧れの人が弾いてるギターをやっぱり欲しくなるんですよ。と楽器屋さんのウィンドの前ってずっともう何日もよだれ垂らしながら見ながらですねいつか欲しいなっていうふうにみんな思うわけですよ ね、 そういった思いを持っている方もテレビをご覧の中にはいらっしゃるかも。そうそう、いらっしゃると思いますよ。でやっぱり大人になってやっとお子様も大きくなって、うん、やっと憧れのあのギターが買えたっていう方々も多いみたいですね。それだけやっぱ夢があるって感じかな、ね、たくさんの方がギターを手にご覧になっていると思いますけれども ね、 ね、さあ続いては70年代後半のフォークソングの名曲の数々を、はい、行きますか。お聞きいただきたいと思いますけれどもね、はい、それではご覧いただきましょう。どうぞ。酒を飲むのでしょう。飲んで
ことやどうしようもない悲しさに包まれた時に女は涙見せるのでしょう
れたみたい嫌いになったわけじゃない部屋の明かりはつけてゆくわ鍵はいつもの下駄箱の中きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いないだけど今度は本気みたいあなたの顔もちらつかないわ男はいつも待たせるだけで女はいつも待ちくたびれてそれでもいいと慰めていたそれでも この辺になってくると皆さん馴染みがあるんじゃないですか熱唱続きでしたね熱唱続きですねだんだんですから自分たちのフォークソングだったものがいわゆるヒットチャートとかにも入ってくるようになりますから、非常にその辺のなんか意識っていうかね変わってきてますよねそうですね、きっとそうなのかもしれない、ね、さあ楽しくお送りしてまいりました土曜特集ときめきフォークソング心に残るこの一曲なんともうそろそろお別れの時間になってしまったんですよね、早いですねでもね最後にぜひ坂崎さんに一曲お願いしたいんですが、はい、そうですか、はい、まあ今年僕にとってはですねフォークルに入ったっていうことがいわゆる一番の、まあ、人生の中でもね、えらい一大事だったんですけども、はい、そのフォークルの中の曲で僕初めて中学の時にですね深夜放送にリクエストして墨田区の坂崎くんという、はい、読まれたんですよ、はがきが坂崎少年が、はい、そのリクエストした時の曲を今日はお別れに、お送りしたいと思いますので聴いてくださいね花の香りにという曲を締めていきたいと思いますそれではよろしくお願いいたしますときめきフォークソング心に残るこの一曲お楽しみいただけましたでしょうか今や世代を超えて歌り継がれているフォークソング本当に広くて深くて名曲ぞろいの世界でした今夜は最後に坂崎幸之助さんの歌声でお別れしたいと思います花の香りに包まれて口づけ交わし涙ぐむ娘が摘んだ白い花別れます。